シート狙っていっても、うん、インズハウス、インズハウス、インズハウス、よしおぶいろぐです。こんばんは、はい、本日久しぶりに明日頃レンジに、新年早々やってきたんですけど、はい、実はちょっとうなだれてます。なぜかというと、ね、あの半年間待ってワイルド今日レビュー取ろうと思ったら、ウィン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 ってなっちゃってね、ちょっとおかしいと思ったんですよ。マガジン刺したら弾飛ばない、はいはいはい、あれ2球団悪いのかなと思って、はいろいろ、はい、やってたらウィン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 ってなって、もう分解しなきゃいけなくなったんで、あのこれ以上やると本当にぶっ壊れると思うんで、多分ピストンがいったと思うんです。ピストンかギアかとかその辺、はい、なのでまたまた半年ぐらい伸びるかもしれないんですけど、お待ちいただいて、はい、俺2月の大きさまで使う銃がなくなっちゃったから大丈夫、 ARP が入ってます、はい、で本日はですね、はい、やっと完成しました。おい、僕のハイキャパオレンジマッチングシステムでございます。でオレンジマッチングシステムにこちら、さらにオレンジ、はい、そう PTS のですねスピード QB 用 の、はいはい、そのコラボしてる、はいはい、あのオレンジの M4 マガジンなんです、うん、あれハイキャパにオレンジの M4 刺さらないじゃんっていう話なんですけれども、ね、ハイキャパにハイキャパにねオレンジのこれ刺さらないじゃん、どう打つのっていう話なんですけど、実はですね、はいはい、僕の前に紹介したこの外部ソースシステム、うん、こちらですね、こちらの外部ソースあるんですけれども、うん、外部ソースっていうのは本来本当はフロンガスで、うんうん、ガスで打つこちらのハイキャパのガンをですね、ハイキャパのガンをこのボンベを使うことによって、うん、寒い冬でも安定して打てる、うん、パワーソースっていうもので、うんうん、しかもこれハイキャパ用 M4 マガジンアダプターといって、これを使うことによってハイキャパで M4 のマガジンが使えるようになるんですよ、これも4ヶ月ぐらい待ちましたなかなか入ってこない、ありがとうございます、はい、ではいきますよ。まずこちらにですね、うん、基本的には、はいはいはい、ちょっと待って、はい、荷物だね、そうね、それとボンベを、今日あの装備が何もないんで、うん、ボンベをここに入れた状態で、これをですね、うん、普通にマガジンとしてこう装着する、はいはいはい、でここがもう M4 のマガジンが刺さるようになるんで、この状態で、はい、うんうん、この状態で弾がもう打てるようになる、はい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 、ちょっと馬場さん、じゃあこちらからよろしくお願いします。はい、でこうか、はい、M4 マガジンアダプターをつけたこちらのハイキャパなんですけども、うん、使い方はまあ至って普通で、ね、この状態で打っていくんですよ。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 今見ずに当たった ね、 ね、うん、でこれ何がすごいかっていうと、うん、マガジンチェンジしなくてもこちら100発以上の弾が入ってると。なので M4 マガジンしかも軽い状態、構いやすい、こういけるっていうことなんですよ。ノールックなって、ノールック、ね、いいねいいねいいね、こういう感じで、はいはいはい、ここに繋がっていて、はいはい、本来本当はマガジンチェンジする、うん、マガジンチェンジしなくてもこのまま使っていけるんで、はい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 、気軽に遊ぶことができる、はいはい、ちょっと意味合い違うかもしれないけどね、はいはい、ただ、まあまあ、こちらの外部ソースをすることによって、はい、ガスの安定性、はいはい、フロンガスの安定性ってものがあるんで、はいはい、きちんと打った時に、はい、ね、おいいねいいねいいね、こういう感じでしょ。どう？いいね、いいね。どう？あれがすごいね、ブローバック、ね。ブローバック打ってみてください。打ってみてくださいよ。これはじすごいの。重い。あ、でもそんなあれだね。うん。そんなに反動はそんなないね。あ、そんね。上か？これ合ってないから。あ、そうなの？うん、でも上の方を狙えばいい。うん、すごいね。いい、すごいすごい。マンダム。うん、いいね、マンダム、マンダム。うん。なんか吉田さん汗ばんで。シート狙っていっても。すごいね。
それだ。それだ。あ、何取れた？ C。いや、あれサイトだね。ここだ。サイト。ここ。うん、今日俺なんかダメな日なんだよ。取り憑かれてんだよ。なんでこんなの取れんの？六角が多分外れたんじゃないですか。あ、これハマってるだけですか？あ、ハマってるだけですか。そうそうそう。大丈夫？だって今外すときにいいんじゃない？うん。もしあれだったら。何取れちゃうの？いって。幅がなくなる。はい。はい、なので。このハイキャパのマガジンアダプターをつけることによって、うんうん、誰でも気軽に遊んでいくことができる、うん、ちょっと意味合いおかしいね、はいはい、なんつうんだろうね。いやでも、うん、本来ね、あのちゃんとこうこうのマグチェンジとかしなきゃいけないんだけど、うん、それがこの外部ソースとやることによってこの M4 分の段数が稼げるってことだから、うん、そうそうそうすごいね、うん、これに関しては。しかもさ、気軽にやれるじゃない、うん、荷物少なくて済むんですよ、うん、なんでハンドガンにはまったかっていうと、うん、カバンの中に荷物入れて、はいはいはい、軽くこんな感じで持ってこれるじゃない、はいはい、で今日さ、ワイホとさ、うん、これとシグ持ってきたんだけど、うんうんうん、もうね、肩の紐がちぎれる。だ気軽にね、中のフィールドに行くときっていうのは荷物が軽いほど、うん、まあまあまあね、うん、そうね、やっぱりいいんですよね、うん、で、うん、このライトもスライチでかっこいいでしょ。これすごいね、うん、なのでこれはちょっと俺のお気に入りのガンとしてですね、これはこれから先ずっと使っていこうと思うんですけども、はい、ここは取れた。今ね、うん、取れた。今大丈夫大丈夫、すぐのそんなの作るんだ。はつみ、なんか今日呪われてるかもしれない。除霊しましょうか。え、除霊しましょう。技術改善。おお、なんだっけ。あ、もういい。もういいだよ、カルバン。いい、カルバンダメだろ、カルバン。カルバンクライン。カルバン。カルバンクライン。まあ、締めましょう。はい、はい、そんな感じでですね、はい、ファイキャパの、こちら、うん、あの、オレンジマッチングシステム、はい、外部ソースはこんな感じで使えるっていうことの紹介でございます。うん、はい、はい。このチャンネルが面白かったら、はい、また動画の中でお会いしましょう。I'll be back! またね。Oh yeah, well we know I'm going